どうもゴッピーです。天神実況プレイシャープ8最終回でございます。皆様心の準備はよろしいでしょうか。前回のねシャープでもお約束した通り今回最終回なんです。2時間超えようが3時間超えようが関係ない。今日で終わらせるこのゲームを。そして俺は綾辻と合流をするんだ。というわけでやっていきましょう。36日目がスタートするところからです。あと1週間ぐらいあるんですけども、もうねやりきってしまおう。なんかねこの辺のイベント全消化して最終パートにね、そのまあ最終イベントをやるだけっていうのはちょっとあれなんで、もういいです。今回は特番です。それでお届けいたします。さて手始めにまずはどっから行きます？びっくりマークからやっちゃう？これ。まあいいでしょう。この辺からやって、会話イベントでゲージを貯める、そしてアタックを成功させると。そういう感じで行きましょうか、今回は。ただ今回ね、ちょっと体調があまりよろしくないと。まあでもね、やっぱこういう体調がね、良くない時ってね、やっぱりなんだろう、こう、結構さ、感情的になりやすいというか、感傷に浸れるというか、何を言ってるかよくわかりませんけども、いいんです。独特な、この雰囲気でお届けできると。最高じゃないですか。この間はダメだったけど、やっぱり綾辻さんと一緒にご飯を食べたいな。あ、そうだ、前もって綾辻さんと約束しておけばいいだけじゃないか。僕、全シャープのさ、何やったか俺あんま記憶がないんだよな。何やったっけ、前回って。あれ？前回って何やったっけ？なんか綾辻とさ、綾辻との関係に亀裂が入りかけたみたいな、そんな感じだったよね、確かね。綾辻さんがね、ちょっと家に抱えてるものをね、全部爆発させたみたいな、そんな感じでしたわ。そうと決まれば早速綾辻さん。あれだよね、ドッジボールが前々回だよね、確か。いない。あ、そしてそうだ。あ、もう何言ってんだ、大事なこと忘れてるじゃん。デートしたんだ、遊園地デート。それで、俺が喉枯らしたと、そういう回でしたね。あ、いつも忙しいみたいだし、仕方ないのかな。で、あとは主人公の誕生日を迎えた。結構ね、いいイベント盛りだくさんだったんだ。いや、ダメだ。こんなことで諦めてどうするんだ。よし、何としても探し出して約束をするんだ。まあ、その約束だけじゃなくて、やっぱ綾辻がね、おにぎり以外にも、やっぱいろんなものを食べてほしい。そういうのも伝えてけ。ここにもいない。とすると、ここもダメか。どういう発想でプール来たのか、全然わかんないけどね。はあはあ、どこにもいないぞ。あれ？どうしたの？と思ったら急に後ろから来るっていう。あ、綾辻さん！おい、お前飯食えなかったんか。最悪じゃん。もうこんな時間なのね。教室に戻りましょうか。え、あ、そうだね。え、これさ、昼食の約束しに行ったんだよね。結局、綾辻さんと、あ、約束するだけか。そうか、これ、だって朝一のイベントだもんね。綾辻さんとお昼ご飯を食べる約束はできなかった。やっぱり綾辻さんって忙しいんだろうな。ご飯に誘うのはちょっと迷惑になりそうな。でも今忙しくないでしょ、別に。そこは積極的に行けよ。まあいいわ。会話イベント消化しますか、この辺。で、ゲージがね、あと2つでマックスだから、やっぱアタックイベントも、ね、こなしていきたいよな。さあ、綾辻さん、俺とお話をしてくれ。冒頭の会話はカットしてしまうと。なるほど。まあ、よかろう。こっからやっていくと。とりあえず、まずは手始めに、まあ、世間話がもう刺さっちゃってるからね。ちょっとさ、勉強と運動がね、なかなか刺さんないのね。もう、てか最近綾辻の好みの話題が、わかんなくなっちゃったんだ、俺。食べ物とかどうよ。いいじゃん。いいよ。まずそっから攻めていけ。風の民間療法で食べ物を使ったものが多いよね。何それ。大根飴とか生姜湯とかでしょ。そうそう、あれって何気に効果があるわよね。気分的なものじゃないんだ。ええ、生活に裏付けられた立派な療法なんだから。そんなもんあるんだ、知らんかったわ全然。生姜、体が温まるくらいの知識しかありませんわ僕には。ここはね、まあこれ世間話安定なんだけどね。なんか世間話安定っつってさ、これにひよった結果ね、ミスるみたいなのもあったから、なかなかねあれですけども、まあでもここは言っとくか。いや、やっぱそう、もうなんかそういうのがあるからさ、もうなんか嫌な予感したんだって。でも大丈夫、ゲージ1個さえ、そしてテンション、5ターン目にね
テンションがローじゃなきゃいいからね。そして俺はさ、ものすごいミスってんじゃん、ここで。まあこれさすがに世間話刺さるでしょ。これで刺さらんかったら俺何も信じられんで。あやつじさんって中学校の頃も今の普段と変わらない雰囲気だったの？ええ、そんな感じだったわね。まあそれはあくまで表がっていうことよね。へえ、それはすごいね。あなたさえいなければ高校生活も完璧だったんだけどね。ははは、そうだね。でもあやつじは裏の顔が一番可愛い。それが好きです僕は。さて、まあてかもうさ、ここまで来たら表も裏もね、クソもないけどね。さあここはさ、運動とかどうよ。運動これ刺さるでしょ。やべ、テンション下がるか。まずい。あーおし、オッケーオッケー、全然オッケーです。行動行こう。もうこういう時に普段選ばないやつを選ぶといいんだよな。うん、あやついさんを見つめていい雰囲気を作ってみるか。じーっ、見つめ返して。何見てるのよ。別に何でもないんだけど。ならいいんだけど。タイミングが悪かったか。これは完全に失敗だよな。まあまあまあ、よろしいよろしい、全然 OK 全然 OK。 あ、そうだ、あやつりさん、ごめんね、私そろそろ行くわ。俺ね、今までのこの天神のね、知識で分かってきたのが、このアタックイベントはね、複数回選ぶとね、同じ内容のやつになるんだよ。ただ今回は放課後限定のアタックイベントも複数あるのかどうかっていうチェックをしたいのね。いやー、もうだからさ、ちょっとこの辺失敗したくなかったんだけどね、普通にやらかしちゃいました。うん、これ左下のこれなんだ？これも一応やっとくか。図書室で本読んでたらうっかり集中しちゃったな。これさ、だいぶさ、前の方だけど、何のイベントの後のやつ？ちょっとだけ時間を潰すつもりだったのに。しかし久々に読んだけど、やっぱりあの作品は名作だよな。なんといってもストーリーや設定が王道だらけなところがまた。と、そんなことは後でいいか。今はご飯を食べに行くのが先決だよ。あれ、あそこに落ちてるのって、あのさ、あやつじさんとのさ、お昼ご飯、昼食のさ、約束のやつとはまた別だよね。これ結構、ね、前の方のイベントだよね。またか。しかもこの間と、あ、これ手帳かこれ。ペラ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 。やっぱり何も書いてない。ということは高橋先生のだろうな。よし、職員室に持っていこう。高橋先生、うっかりしすぎでしょ、マジで。あ、高橋先生。音で気づかんのか、音で。はい、先生の手帳をまた拾ったので届けに来たんです。え、私、え、自分の手帳ならちゃんと持ってるわよ。え、じゃあ違うのこれ。ほら、あ、ね、じゃあこれって別の人の。そうでしょうね。じゃあこれ、え、まずくないそれ。それまずくない。あやつじさんね、多分まだ人類滅亡化計画寝てますよ。そん中にね、多分出始めに先生のね、暗殺の仕方とか書いてあるんじゃねえのか。あ、はい、お願いします。それじゃあね。それまずいでしょ。はい、高橋先生殺されるよ、いつか。こうして落とし物の手帳を高橋先生に預けた。ここのところよくあの手帳を見るよな。もしかして流行ってたりするのかな。流行ってないでしょ、あんなの。デスノートだぜ、あれ、ワンちゃん。普通に。普通にデスノート説あるからね。それはあやつじさんにしか、ね、所有することを許されてない。あ、これ放課後だからさ、ちょうどいいからさ、これやろうぜ。ね、放課後ちょうどいいからさ、これやろう、アタックイベント。どうせね、昼間のね、アタックイベントなんてね、まあ、せいぜいキスとかもうその程度のもんよ。やっぱ放課後のね、やつを見たいっすね、僕は。さあ、ね、ここどうしようかな。世間話と食べ物の間3分の1で、食べ物の右側が、あ、でも5、あ、4分の1か。これはさ、難しいな。勉強とか。いやー、聞かないか。なんで勉強聞かないの。あやついさん勉強しそうじゃん。あやついさんこんな話をしてる、勉強しそうじゃんってしてるもんな、普通に。って話なんだけど、そう、相変わらずその冷たい反応だけはスキップしてくれないんだね。ね、いやー、このセクションはさすがに世間話だ。ちょっとね、エッチコードはね、行きたくない。あやついさんの将来の夢って何？もしかしてまだ決まってないとか。そんなわけないでしょ。そうだよね。でもさ、もともとエリートコースにね、行くんだろうから、なんか医者とかその辺だったんだろうけど、やっぱそっか。
さすがだね。まあまあまあ、俺のね、その秘密の内容は大体わかりますが、まあ、あえてここではね、言わないでおきますか。まあ、これはおそらく、俺と付き合い始めてからできたものでしょう。それだけは言える。さてさてさて、この3ターン目。いやー、ちょっとここさ、やっぱさ、当てに来たよね。そしたらさ、4ターン目ミスっても、テンションがミドルだから、多分アタックイベント見れるんだよね。いやー、これ難しい。いやーこれ世間話逃げると絶対ねダメなんだよこれ。娯楽いやきたーしゃい。本の売り上げってどんどん下がってるみたいだね。それに代わる娯楽が増えたからでしょ。そうなの。なるほどね。本の良さって見た目で伝わりにくいし仕方がないことなのかもしれない。まあ俺もちなみに本は全然読みませんわ。そっか。ま、他人がどうであれ私は本が好きだけど、ね、いやもういいことよそれは。いいよそれで、あやつじさんはあやつじさんでいいんだ。さあもうそしたらね、ここね何でもいいと思うんだ。まあだから例えばね、あんまやってないこのおしゃれとかどうよ。まあ刺さらんか。まあオッケーオッケーオッケー。うん、これ別に刺さらなくてもいいんですよね。そういうつまらない反応するけど関係ないんです。あてかテンションハイの状態だ。あよかったよかった。さあレベル3のアタックイベントです。はい、ごめん俺 L の発音下手くそすぎる。さあアタック、放課後のアタックイベントはね格別なもんですよマジで。あやすいさんこの後に時間があったらどこか行かないでしょ。イエス。別にいいわよ。よし、いいの。どうせ暇だし。やったぜ。自分から誘っておいて行く気ないの。いやありますとも。そう、じゃあまずはカバンね。うん、そうだね。やったー、嬉しい。もうあやついさんと帰れるだけでいいんですよ僕は。もうこれ例のあの坂じゃん。走ったら危ないぜここ。それでどこに行くの。え、もしかして考えてなかったとか。いやだってあやつじと2人でいるこの時間が好きだもん。ううん、あやつじさんが一緒なら僕はどこでもよかったらもうね。だからさ、主人公と俺の発想がもう全く同じ。あら、見えすいたお世辞をありがとう。あやついさんの行きたいところとかさないの。だってさ、あの遊園地の時はさ俺から誘ったんだよね。あ、お世辞じゃないんだけどさ、私そういうことを真顔で言う人の言葉は信用しないようにしてるの。そんな。でもあやついさんの好きなとこ行って。それじゃあ駅の方にでも行ってみる。いいじゃん。駅の方なんだろう、なんか買い物とかすんのかな。もういつもなあの場所ですわ。ああ、車上販売のメロンパンだね。いつでも焼きたてを買えるんだって。すごく美味しいらしいよ。うん、いいじゃん。はあ、妹の受け売りだけどね。うん、よかったら僕買ってこようか。うん、私が行く。ちょっと待ってて。なんだよ、もう俺が奢ってあげるよ全部。あ、うん。主人公もそこはさ遠慮せずにさ行こうぜ普通に。お待たせ。あ、あやついさん、そのメロンパンの山、めちゃくちゃ買ってきちゃった。サービスしてもらっちゃった。サービス？ええ、私は2個くださいって言ったのに、おじさんがどうぞって。だからって紙袋いっぱいは。でもいいじゃん。そういうことか。もう二人でさ、なんかポッキーゲームみたいにしてさ、うん、ねえ、一つのパンをさ、二人で一緒に食い合おうぜ。やっぱり猫をかぶって。何その目。ははっ、なんでもないよ。まあいいわ、それじゃあ温かいうちに食べましょう。あ、うん、そうしよっか。はい、じゃあ紙袋持ってくれる。え、これじゃあ僕両手が塞がって食べられないんだけど。食べなければいいじゃない。両手に塞がるぐらい買ってきちゃったの。嘘よ、私が食べさせてあげる。本当に。いやもう幸せ、この上なく幸せ。ねえ、もうこのあやつじが世界で一番可愛いです。はい、いらないの。いります。じゃあ、パク。やつじさんのことだから素直に食べさせてくれるとは思ってなかったけど。おいしい。
なるほどね。そのあやつじの指紋がついたメロンパンを食べさせてもらえるんだよ。主人公嬉しいだろそれ。表面はサクッとしてるのに中はもちもちしてるんだ。じゃあ今度はあなたに。あそれもどうせお前が食うんだろうが、もう分かってんだぞお前は。パクッ。でもこのあやつじさんマジで可愛くないねえ。すげえ、メロンパンがマジで東京ドームみたいな形してるわ。またか。へえ、二口目には風味が広がるのね。あやつじさん、まあいくらでもあるんだから主人公もそこは待っとけ。ってかメロンパン全然減ってませんけども、わざとでしょ。まさか。ほら、あんして。ってかさ、あやつじさん小食なんだからさ、別にそんな食えねえだろ。あん、何回目に食わしてくれるんだよ。早く食わせろボケナスが。まさか3度もやられるなんて。これは当たりね。もう2度あることが3度あるとかじゃ、もうそういうレベルじゃねえぞ。すみません、そろそろお願いします。ん、あやつじさんって意地悪だよね。あら、今頃気づいたの。これ次くれるぞ。さすがにくれるぞ。なんだか投げやりだな。パクッ。これは、おいしいおいしい。いやもうだってあやついさんのさね、触ったねメロンパンもそのまま食えるんだって。うん、本当においしい。だからもう実質ね、あやついさんを食べてるようなもんだからね。はい、あーん、あまだ口に。もうなんかし、もうそういうプレイにしか見えなくなっちゃった。うー、パク。はい、口開けなさい。いい、今入れたばかりじゃ。開けなさい。もういいよ、そのメロンパン全部俺の口に押し込んでいいぜマジで。うー、仕方ない。うぎゅー、ちょ、そんな。まだまだいっぱいあるから。おい、やめてくれお前、そんなじゃお前あやつの顔にぶかけるぞお前。前に言ったでしょ、私小食だから。あー、もうその伏線ちゃんと回収してくれた。うーそうだよね、あやつさんねあんま食えないんだよマジで。メロンパン1個食っただけでね、糖尿病になっちゃうからね、ダメなんだよね。こうしてあやついさんとメロンパンを。でも嬉しいだろ主人公。それじゃあ今日はこの辺りで。そうね、それじゃあまたね。うん、また。いやめちゃくちゃいいイベントだったわこのアタックイベント、マジで。なるほどね、放課後のアタックイベントはこういうのが見られるんだ。めっちゃいいじゃんそれ。まあそしたらさ、今度はさ昼限定のやつやろうぜ。まあお昼限定のねアタックイベントなんてね、もうたかが知れてますけどね。今日はよりミヤにお土産はないの。あごめん、お前メロンパンねいっぱい買ってきちゃったけどね、もう全部食べちゃった。お前の分なんもねえよ、あ諦めろ。マジか。これでもさ、ちょっと放課後のさアタックイベント複数回やったらどうなるかもさ、俺見たいからさ結構気になるんだよね。それもマジで確かめに行きたいところではありますけどもね。まあとりあえずお昼のアタックイベント。てかさ、なんかアタックイベント全然さっきから生まれてないんだけど大丈夫ですかね。さすがにさ、もう見られないとかないよね。まだあるよねさすがに。これが放課後。なるほど。うわ、なんかこの辺のイベント結構期限近いな。これが下の方か。あ違う、こっちか。へえ、こんなんあるんだ。梅原に突然お礼を言われたぞ。詳しく話を聞いてみよう。どういうことだこれ。なんかよくわかんないね。どうした梅原、俺にお礼だなんて。おお、助かったぜ。なんだよ突然。高橋先生にお前が手帳を拾ってくれた。あれお前のだったねえ。手帳ってまさかあれは梅原のだったのか。おや、パッと見で気に入っちまって衝動がいってやる。嘘だろうがお前、どうせあやつじのはねやっぱ持ってるところに憧れてお前も買ったんだろう。なるほど、確かに梅原が手帳を買うとは思えないもんな。まあな。ま、持ち主が見つかってよかったよ。ってことはお前もあやつじさんの手帳の中身見ちゃったのか。ああ、助かったぜ。礼と言っちゃなんだが、今度秘蔵の新作を貸してやるよ。マジで。お、本当か、楽しみにしてるよ。お、期待しててくれ。うん。こうして手帳の持ち主が判明した。まさか梅原が持ち主だったなんて意外だったな。
あのほんまにデスノート説あるぜマジで。それぐらいやっぱ魅力的なもんじゃないとね、買わないもんなマジで。ちょ梅原も怖えぞ、あいつもちょっと要注意人物だわ。あいつを指名手配しないと。さあ放課後限定のねイベントがあるんですよ、ちょっとこれやろうぜ。あ、これか。まだ綾辻さんのカバンがあるな、学校内にいるなら探して一緒に帰ろうかな。まあ綾辻さんさ、クリスマス委員こそねやめちゃったけどさ、普通のさ委員長はやってるもんね。委員長じゃない委員は。さてと今日もそろそろ帰るかな。あれ、あのカバンって綾辻さん何してんだろう。あ、やっぱり綾辻さんのじゃないか。でもさ、なんだろうね、委員以外でやることって言ったら、まあ勉強とかかな。まだ校内に残ってるみたいだし、一緒に帰ろうって誘ってみようかな。何それ、何それ、意味がわかんねえんだけど。カバンの匂い嗅いだところで何がわかんの。抱きしめるって何これさ、ちょっとやばくないこれ。これ下やばそうじゃない。いや、どっちもやべえな、どっちもやばいけど、まあ、もっと大胆に行こうぜそこは。あ、綾辻さん、もうこれが綾辻のな、肩身の可能性だってあるからね。もっと強く、ギュギュー。僕は何をしてるんだ、こんなことしてないで。早く綾辻さんを探しに行こう。あ、綾辻さんに見つからなかったんだ今の。よかったよかった。あれ、おかしいな、ここにいると思ったんだけどな。あ、ワンチャン覗き見して、そして俺の後をついてる可能性あるぞ。でもここ以外で綾辻さんがいそうな場所となると、どこにいるんだろう。屋上とかは屋上、ここにもいない。屋上いるでしょさすがに。なんでプールな、おかしくない。だって綾辻さん部活やってないよね。プールっていう発想は全然わけわかんないぞ。そこ行っても七崎しかいねえぞ。これだけ探してないとなると一体どこにいるって言うんだ。一応覗いてみたけど、こんなところにいるはずないよな。はい。うわあ、あやつじさんどうしてここに？つけてたから。あ、やばいわ。あ、これ殺されるわ。うん。ご視聴ありがとうございました。僕を？私のカバンにいかがわしいことをしてたから叱ろうと思って。全部わかっとるじゃんお前。見てたの？それはもう。それならそうと言ってくれればよかったのにさ、別にね。でもどうして僕をつけたりなんて、あやつじさんのね、なんかフェロモンがね、いっぱいね、あったからさ、すごい。お願い？そう、お願い。そう、それは断ることもできるの？断れると思ってるの？なるほど。だからカバンのことをわざと見逃して。これはまずいかもしれないな。ねえ。はい。何でしょうか？私の唇を奪って。何言ってるんですか？それはまた、なんというか、簡単に一言で言うな、いわゆる、どうしました？キスってことだよね。さ、別にキスだけじゃなくていいよ、もうね。また開いたっていいんだぜ、そろそろ。そうだけど、違う、奪うところに意味があるのよ。何？俺の舌奪いたい？俺のベロ？そうなんだ。いいから早く。早くって言われてもな、唇を奪うってどうすればいいんだ。タコみたいにさ、もうキュイーンってさ、くっつけようぜ俺ら。こうなったら、行きます。はい。何これ、普通にキスさせてくれるじゃんね。なんか主人公前髪切れ、お前は。これは完全にね、ベロが入っておりますわ。それにしても、いきなり唇を奪ってたなんて、あやつりさん一体どういうつもりなんだ。あやつりさんやばいじゃんこれ。もう唾大量に送り込んでるわ俺の中に。あやつじさん、あんちゃん卵子も送り込めるんじゃねえのかとか思ってんじゃねえのかこいつ。子宮から引っ張り出して、これでいいのかい。そうね、ごめんね。もう今さね、午前0時56分なのね。もう深夜テンションなんですけどね、もういつも以上に過激なことも言っていくからね今日は。なんというか、お願いなのか命令なのか分かりにくいな。今回の動画 R18 なんで、よろしくお願いします。頑張ってみるから。良い子の皆さん見ないようにね。ありがとう。私、あなたと知り合えてよかった。何の約束のキスなのそれ。それじゃあまた。あやつりさんありがとうって言ったよな。
全く分からないや。これはどういうことなんだろう。マジでどういうこと。なんか手帳燃やした時のさ、あの話俺未だに気になってんだけどさ、ああいうのとは関係ないんだろうね。ちょっとどういうことなんだこれは一体。さてそろそろ帰るか。それとも何、なんかお別れみたいな感じ。俺たちこんなうまくいってんのにさ、なんかあやつりさんが遠くに行っちゃうみたいなさ、それだけはやめてよマジで。日々の積み重ね、俺たちはずっと一緒にいるんだからね。あやつじ、お前俺との用済ませたからね、別の男に手出すとかお前言うんじゃねえぞマジで。それだけは本当に許さんぞ俺は。分かってるな。てかやべえ、もうあと3日。あのさ、楢崎ルートの時さ、土曜日がね、あのクリスマスだったんだよ。そう、最終日42日目じゃなくて41日目がね、まあ実質最終日なのね。だからさ、あと3日だよね。やべえ。ちょっと待ってよ。会話イベントが、あさってだけど、星マークは今日までか。あ、なるほどね。デート、クリスマスデートか。なるほど。あ、なんかこれもあるぞ。あ、これ放課後か。なるほど。じゃあ、まあとりあえずこれやろっか。これやって、会話イベントやって、っていう感じにしよっか。やっぱり僕は、そうだよ、僕はきっと。よし、こうなったら、あやつりさんクリスマスのデートに誘ってみるか。まあね、あのクリスマスに降ろされたんだから、もう俺ら自由じゃん。頑張るって決めたんだから。ねえ。あ、あやつりさん、ちょうどいいところに。ん？何か用事かな？うん、まあね。あやつじさんは、あやつじさんは裏表のない素敵な人です。 なんていうかその、なんだか緊張するな。さ、誘うだけなのに。言いたいことがあるなら早く。うん、でも僕なんかが誘ってもいいのかな。じゃあね。待ってください。ねえ、そんなにいじめられたいの？いや違うんだって、そういうわけじゃないの。だったらしっかりして。わかったよ。はいはい、要件をどうぞ。よし、今度こそ。あやつじさんさえよければ24日に僕とどこかに行かないか。え？ダメかな。学校のパーティーなら本当に？嘘は言わないわ。学校のパーティーとかじゃなくてさ、ねえ、楢崎の時みたいにさ、なんかどっか山ん中とか行かねえか。山ん中、やった。大事な日あげるんだから、ちゃんとエスコートしてね。任せろ。もちろんだよ。それじゃあ6時に桜坂で待ち合わせでどうかな。そうね、いいわよ。まあでもそうか、あやつりさん的にはさ、やっぱクリスマスに降ろされたからさ、やっぱその後がね、どうなってるかやっぱ気になるよな。よし、決まりだね。それじゃあ楽しみにしてるから。もういいじゃん、もういい約束じゃんそれ。よーし、あやつりさんとクリスマスだ。それともさ、何か未練があるのか。あの、恥ずかしいからあんまり叫ばないでくれる？あ、ごめん。ちょっとね、クラスのやつらにね、あの変な目で見られちゃうからね。聞いてるなんてひどいや。よし、まあこれでもうね、あやつりと僕が結ばれることは確定したわけでございますけども、俺にはまだやることがある。そうだ、この会話イベントで昼間のアタックイベントを見るわけだ。まあ屋上から行きますか。やっぱ屋上だったらな、人もいねえし、俺ら二人で自由にできる。あやつりさん。ああ、カバンくん、どうしたの？いや、なんでそれ。思ったより効果があったわね。ひどいよそれは。ひどい？確かひどいことしたのは。何もしてねえだろうがよ。僕でした。カバン抱きしめて何が悪いんだよ。それで、そのあなたが何の用かな？お前、今度お前の体抱きしめるけどいいな。冗談よ。おしゃべりしたいんでしょ？ははは。いいわよ、別に。カバンだけで済まされると思うな。あやついさんにはかなわないな。かなってみせますとも。面白い話題を振ることによってあやつじを幸せにする。運動。
勉強。よし、この間数学の説問でできなかったものがあるんだけど。公式は覚えてたの？うん。だったら簡単よ。公式のそれぞれの箇所が持つ意味を覚え直してみる。もうなんかさ、あやつさんとこういう話もさ、俺結構してみたかったんだけどね。もうなんかこいつらさ、ずーっとね、もうお互いデレデレしてるからあれだったけど、いいよ、こういう会話もね、俺待ち望んでた。なるほど。応用に活かせないってことは、その公式の意味を理解しきれてないだけだから。まあね、そういうことや。うん。まああとはさ、やっぱそういうのを理解するために、やっぱ公式はね、導出できるようになるとなおいいと思います。うん、やってみるよ。もしどうしてもわからなかったら私のところに来ていいから。なんで頬が赤くなってんの？それどういう意味ですか？ちょっとそれ意味ありげだね。頬が赤くなる演出、俺は見逃さなかったぞ。そういうね、わずかな変化にも俺は気づいていく。やっぱそういうもんがね、いい彼氏になれるんだよ。娯楽刺さらんか。もうなんか相変わらずこのさ、スキップしてくれるやつとしてくれないやつの差が分かんない。何これ、もうなんかこの安定卓がみんなバツついてるのやばくないこれ。だったらさ、これおしゃれとかどうよ。いや、おやばい、俺のこの外しやばくない？ちょっと待って、あー最悪なことしちゃった。あらららららら、まあもうそうなったらもうやけだ。ってことはさ、さっきの4ターン目エッチとか行動やな。いやでもさ、エッチ行動やっちゃうとさ、会話がキャンセルされるんだって。それやだよ、それさすがにやだ。もうだから、まあ運動とかでいいわ。最悪。まあまあいいわいいわ。ごめん、こんだけあやつじと一緒に過ごしてたのにさ、お前のこと何一つとって分かってねえわ俺。分かった、あやつじ、今度こそリベンジさせてくれ。今回はさすがに成功させます。食べ物の左側、運動、よし。あれあれ、今のスピード感刺さると思ったのに。ちょっとやばいぞ、おい、どうなってんだ。やばい、調子が狂ってる。娯楽、やべえ、あれ俺あやつじが分かんなくなっちゃった。嘘だろ、いや俺やだよ、これ3ターン目にさ、エッチとか行動行きたくないって。ねえ、俺アタックイベント見たいよ。ちょっとさすがにさ、やべえ、どうしよう。恋愛とか行ってみる？恋愛求めてる。やっぱあやつじ、行かなくてよかった。街中で平気でイチャつくカップルが増えてると思わない？言われてみればそうかもね。お前言う、あやつじさん絶対にしなさそうだね。当たり前じゃないと言いたいところだけど。まあやっちゃってるもんな。別に何も。まあそれはもう俺も分かってるからな、あやつじ、もうそれは認めろ。もう俺らそういう仲なんだ。あ、違う、ここか、ここでさ。もうさ、これエッチ行動ダメでしょ、絶対。絶対ダメ、俺絶対選ばないからね。娯楽、よっしゃ、オッケー、やっと見られる。あやついさんにとって音楽の魅力ってどんなところ？音楽の魅力ね、聞いた人の感性や経験次第で見えるものが違うところとか素敵よね。まあね、だからさ、なんか失恋の曲とかさ、恋愛の曲とかね、やっぱ落ち込んだ時に聴く曲とか、やっぱそういうのあるじゃん。なんだか難しい答えだね。そう？シンプルに答えたつもり。まあそうだね、その通りだ、全くその通りだ。そっか、何このさ、製造ピッチングマシン、製造じゃねえ、正論ピッチングマシンは正しいことしか言わないじゃないか。まあまあそんなことはどうでもいい。アタックチャンス。ねえ、あやつじさん、あやつじさん、そんなにじっと見られるとなんだか怖いよ。ねえ、変なこと考えてるでしょ。雰囲気でわかるわよ。正直に頭の中を口にしてみなさい。やだよ。何か言いかけてたくせに。それは5 4 3セックス、2 1
分かった、言うから。どうぞ。あやついさんとキスしたいです。キスじゃねえだろ、何回キスすんだお前ら。どうぞ。はい、どうぞ。何度も言わせないで。どういう風の吹き回しなんだ。絶対嫌で終わると思ったのに。しないのなら私からするわよ。まあそれでもいいけどさ、します。じゃあ、はい、よし行くぞ。え、かかったわね。え、どういうこと。あやつじから唇奪われた。え、なんかあやつじさん鼻ちっちゃくないね。しかも豚っ鼻だし。自分からしようと思ったのに、結局あやついさんの方から。それにしても、なんだか今日はあやついさんが嫌に積極的な感じが。ちょっと今の、やばいな。やばいな。もう完全にさ、体の力が抜けてるわ、これ。やべえ。てか、その声どうやって出すの。お前なんかさ、唾吐いてないそれ。キスしてるか、本当に。ただ唾吐いてる気がするんだけどね。すごくいい匂いがする。頭の芯から染み込むような。ああ、今度はちゃんとやってくれた。そうだ、それだよ。なんだかとろけ。え、何やってんの。ちょ、あやついさん、なんかお前さ、食べ物吐いてない、大丈夫。大丈夫、なんか嘔吐してないね。そこまで行くとさ、ね、舌出して唾入れるだけじゃねえだろ、おい。あ何その顔。それともあれか、メロンパン吐き出しちゃった。いや、なんだかぼーっとしちゃって。そんなに良かった。うん素直でよろしい。ははもしかしたら今のキスで俺ら子供ができるかもしれない。私そろそろ行くわ。やばい。あ、うわん、何。え、なんか鼻くそついてない。その私もう行かなきゃいけないから。え、いや、それはダメだって。あ、いや、ごめん。何あれ、テントウムシあれ。いや、テントウムシ冬にいねえよな。鼻血か、あれ。でも私にも用事があるから。いや、鼻くそ、多分俺の鼻くそだ、あれ。そりゃそうだけど。気持ちは嬉しいわ。私ももう少し一緒にいたいし。え？だからまた後で、ね。いやいや、そうじゃなくてさ、どうにか鼻血のこと、あ、鼻血なんだ。笑いかけられても、そうじゃなくてさ。いや、柔らかく怒られないようにだ。あやついさんの可愛い鼻から、あの豚の糞がついてます。え、ちょっと。ははは、気づいてくれたようで。笑い事じゃない。あ、ハンカチ僕ら使ってよ。ふきふきしてあげるよ。言いなさいよ、この当変僕。いや、おおおおおお、何今のバーカ、クソ可愛いんだけど。バーカバーカバーカ。あ、やつじさん、僕何も悪くないのに。別に話流すぐらいいいだろ、そんなの。あやつじさんの鼻飲んであげるよ、話。なんか今日限定のやつあったでね、これか。あやつじさんに一緒に帰ろうって誘われたぞ。よし、一緒に帰るとするか。あやつじさんの方から誘ってくれるんだ、めちゃくちゃ嬉しい。教科書がカバンに入りきらないじゃないか。仕方ない、持って帰るのは宿題の出た数学だけにしておくか。ごそごそごそ。よし、これで帰る準備はバッチリだ。ねえ、いいかな。なんかまだ鼻血の残りかすついてるけど大丈夫。あ、何。今日は早めに帰ろうと思うんだけど、もしよかったら一緒に帰らない？え、これさ、まだ鼻血ついてない？違うよね、大丈夫だよね、本当に。もちろん OK だよ。よかった。もうなんか全てが怪しく思えてきた。もしかして行きたいところとかあるの？え、特にないけど。え、あ、そうなんだ。もうちょっとこの前みたいにメロンパンまた食べようや。一緒に帰れたらなって思っただけよ。はあ、そっか。ああ、出しなかった、よかったよかった。先生に頼まれた要件を済ませてくるから。うん、
先生との用件なんだろう。母、綾瀬さんに誘われるなんて今日はラッキーだな。帰る準備に手間取ったけど、それが良かったのかもしれないな。めちゃくちゃ幸せじゃん、もう俺ら。ねえ、もう一つになろう。いい加減。お待たせしました。もう終わったの？ええ、大したことじゃなかったから。そっか、じゃあ帰りましょうか。うん。さあ今日はどこに寄ってくんだろう。あのストーカー男ちょっとどうにかしないとな、その前にな。うん、どうかした？なんだか降ってきそうな空ね。何が？雨？あ、う、どうかした？今光ったわよね。何？雷？ね、あの冬にさ雷起きる場所なんてさ日本海側ぐらいしかなくない？本当だ、この時期に雷なんて珍しいね。そうね、確かに。まあ冬のね日本海側ってね、それなりに雷起きたりするんだよね。めちゃくちゃ光っとるやん。あ、またかなり近づいてきてるみたいね。どうしよう、僕傘持ってないよ。仕方ない、少し急いで帰ろっか。何それ、雨も降るの？まああのさ、いやでも冬に雷雨って珍しくない？雪とさ雷がね同時に起きることは結構あるらしいけど、なかなか珍しくない？そういう天候。いや普通に晴れとるやん。この辺りはまだ明るいけど、山の方はもうかなり雲がかかってるね。うん、そろそろ降ってくる頃かもしれないわね。うん、だから全然降りそうな空してないけどね。そっか。あ、降ってきた？うん、今頬にポツって。マジか。また。どうしよう、どこかで雨宿りする？そうね、そうしようか。この辺りなら神社が近いかな。じゃあそこまで行きましょう。あの伏線回収されんじゃね、ここで。うん、あの手帳燃やした時にしてたやつ。めちゃくちゃどす黒い雲じゃん。やば。冬でこんなのめ、やばくないこれ。完全に夏の天気だぜ、それ。結構本降りになってきちゃったわね。うん、びしょびしょだよ。え？風邪ひいちゃいそうね。え、なんか今さ、別の人の声しなかった？そうだね。誰これ？どこ見てるの？え、何これ？塚原先輩？ごめん、その…なんか塚原先輩っぽくない？この声。雨に濡れた綾辻さんが色っぽいなって。え、違う。え、これ綾辻さんの声か？なにこれ？自演？自演してんのこれ？言わないでよ。あ、綾辻さん、僕は…これ綾辻さんの声だわ。なんか塚原先輩っぽい。ぽいと思ったけど。私たちまだ高校生よ。震える肩を抱き寄せ、彼は優しく囁いた。何これ、主人公は今のあれ聞いてたの？違うよ、僕たちはもう高校生。どうした？いや、やめて。あの綾辻さん、どうしました？ダメよ、そんな。綾辻さん、ボケっとしてないで早く止めなさい。叩くなんて、なにこれ、なんか情緒、なんか怖い怖い。あやついさんがあやついさんじゃなくなっちゃった。いつまでも私に恥ずかしいことを言わせてるからよ。自分で言い始めたじゃないか。だってどうしたの？なんでもないわよ。どうしたん急に？うさぎと亀の話が気に食わなかったか？それよりもほら、小ぶりになったわよ。ほんとだ。ただのしぐれだったのね。しぐれ、通り雨みたいなもの？ええ、平たく言えばそうよ。晩秋から初冬に降る通り雨を言うの。あの12月下旬って初冬で言うのかな。まあでもそういうもんか。じゃあすぐに止んじゃうんだ。止まないと帰れないじゃない。え、何それ、なんか寒冷前線の通過とかそんな感じのこと？あ、そう、そっか、ははは。ま、それも悪くないかもしれない。え、なんでもない。え、てか何さっきのやつ。ねえ、あやついさん、それってほら、帰るわよ。え、あ、ちょっと待ってよ。なんかあのさ、映画とかね、なんかそういうさ、なんか最後がさ、結構なんだろう、その含みを持たせた終わり方するとさ、なんかその後のストーリー考えたりする輩とかいたりするじゃん。なんかそういうタイプのことしてんの？あの普通に痛いやつだよそれ。もう俺もやってたわ。なんかあの君の名はっていう映画あるじゃん。あれのさ、なんか最後滝くんと三葉が出会った後のその後のストーリーみたいなさ、考えてる人いっぱいいたじゃん。俺も結構考えてて、それを長文にして友達に送りつけたりしてたわ。
俺もね、めちゃくちゃ痛いやつだったんだよ。今日のあやつりさんはなんだかテンションが高かったな。そういうことやってたのか。クソはずいやつじゃねえかよそれ。まあでもそういうところもあやつりさんらしいな。でもマジ何なんだったら、なんであんなことしてたんだよあやつりさん一体。なんか普通に怖いな。いい笑顔だねニーニー。なんかさ、裏の顔とか言っときながらまだあるんじゃねえのか、裏の裏みたいな。裏の裏表じゃないよ、もう一つの裏だからね。なんかそういう顔があるのかもしれない。ああ、まだ会話イベントあるんだ。じゃあ、ちょっとアタックチャンス。あのさ、まあ、そうだよね。ちょっとさ、昼間と、放課後にそれぞれさ、一回ずつやろうぜ。それでさ、なんか違う見れ、あの、イベント見れたらラッキーじゃない？これなんだこれ。これまだか。なるほど。じゃあ、とりあえずさ、ちょっとこれやっとこうぜ。あやついさんと会話しよう。うん、とりあえず屋上行こう。これでさ、だからさ、一回は、まあこの昼間にやって、もう一回は放課後にやるっていう。あ、いいところに。俺さ、昼間のイベントはね、何回もやったことあるんだけど、放課後のさ、アタックイベントはね、俺まだ一回しかやったことなくて、複数回やったらどうなるかっていうのがね、俺知りたいんだよね。あやすいさん。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。大丈夫だよ。うん、大丈夫。そう、よかった。僕もちょうどあやついさんと話したいなって思ってたところだったんだ。あ、そうなんだ。じゃあいいタイミングだったのね。あの昨日のさ、突然のあの自作小説なんですかあれ。うん、そうだね。なんかさっきからゲップがすげえ出そうになってる。ごめんね。まあちょっとテンションがね、ハイの状態だから多少は雑にやってもいいかな、この辺。ちょっとさ、あ、どうしよう。変化球、おしゃれから。よし。あやついさんって眉は整えてる？それなりに。まあ結構細いね。手間にはならないの。でも結構長いね。なるに決まってるじゃない。綺麗を維持するのも大変なんだから。いやまあでも眉毛よりその髪の毛でしょ、あやついさんっつったら。やっぱりそうなんだ。でも勉強やスポーツも同じことでしょ。毎日のことが大切なのよ。ルーティーンだな。あ、なるほどね。まああやついさんも結構身だしなみだね、気をつけてるんだろうね。なるほど、いいこと聞かせてもらった。まあやっぱりね、これから俺たちは付き合っていくんだからな。やっぱね、ファッションにもね、興味を向けていかないとね。主人公もな、もうその前髪マジで切れよ、さっさと。運動刺さらんか。まあ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 、オッケーオッケーオッケー。マジで主人公がさ、前髪長すぎるからね、ほんまに。もう米津玄師みたいになってるからね、やっぱそろそろ切らないとね、さすがに。ねー、まあ勉強か世間話だけど、まあさすがに世間話かな、ここは。ですよね。安定と信頼のな。子供の頃のこととかって覚えてる？まあ覚えてるでしょう、あやついさん。うん、ある程度はね。まあ、だって子供の頃からさ、裏だったんだよ、あやつし。裏の顔持ってたんだぜ。子供すぎて退屈だったとか。そう、それは仕方ないよね。まあなんか、なんで？それはただの情緒不安定マンじゃんね。それおかしくない？うわ、どうしようこれ。いや、エッチ行動行きたくないのよ、ここで。うわ、でもどうしよう。いや、食べ物、おしゃれ、恋愛、どれも刺さんなそう。うわ、どうしようこれ。やべえ。うわ、これ悩む。うわ、どうしたらいいんだこれ。いや、わからん。いや、恋愛。うわ、もうな。まあいいや。まあどうせ多分ね、あの昼間のアタックイベントはキスとかですから、もういいです。まあ以下同文スタイルだろうな。まあそういうのはね、分かってるんで、もういいです、別に。ね。もうそれでいいんです。まあどうせ以下同文スタイル。もう分かってます。だから、ああまあ会話イベントあるけど、ちょっとこれは一旦保留。これは一旦保留にしよう。で、放課後で、やる。いやー、ちょっと今度こそ成功させないと。ちょっとさすがに、ここは真剣にやるわ。いや、てか最後のさ、5ターン目さ、ごめん、俺なんか雑にやったけどさ、普通にテンション上げておくべきだったらごめんなさい。これ娯楽か。娯楽なんて。よし。
そうだよね、テンション上げないといけないんだけどね。もう逆にさ、ここまでさテンション下げれるやついなくない？あやついさんってあんまり遊んでるように見えないんだけど。そんなことないわよ。でもさね、まあ前はそうだったかもしれんけどね。前はそうだったかも、前は多分遊ぶ時間そんななかったけど、最近はすごい遊んでるじゃん。ただ同年代の子たちと比べるとそうでもないってだけ。いやでもさ、今は多分もうね、もう周りの連中のやつらよりは遊んでるぜ多分。でもいいわよ別に。そうなの？これからは誰かが連れてってくれるもの。うわー、もうそういうのマジで嬉しい。あ、そうですか。そうなのです。めちゃくちゃ嬉しいじゃん、そういうこと言われるのマジで。そしてね、またそういうね、あのポーズと表情してる時のあやついさんがマジで可愛い。このおねだりポーズのあやついさんマジで可愛くない？ねえ、この間言ってた数学の設問はどうだった？あ、うん、もう大丈夫だよ。設問なんだろう、あのあれかな、伝説の東大1998年後期のやつかな。あやついさんの言う通り、言うように公式の意味を覚え直したらすぐに分かったよ。そっか、それならよかったわ。あれ解けるんか、あやついやばいね。そしたら、そう考えたらやべえやこいつ。さて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 、安定と世間話、安定の世間話が刺さってないのか。なるほど。まあこれね、いや下行きたいけどな。いやでもさ、俺アタックイビット見たいがためにさ、この辺全然さやってないけど、まあいっか。どうしよう。まあ運動とかどうすか。いや運動刺さらんか。いやちょっとテンション下げたくねえな、やべえ。いやこれ大ヒントじゃねえかよ。もうこれおかしいだろおい。もうこれ大ヒント以外の何でもねえじゃねえかよ。これ外したらはずいな。いやでもね、これ絶対ね、これエッチかコードのどっちか刺さんのね。でもそれ選んじゃうと会話キャンセルされる可能性があんのよ。いやだからな、ここどうしようかな。食べ物から恋愛行きたいよね。いやどうしよう。まあ恋愛行くか、ここは。あー最悪だこれは。最悪。まあこれは以下同文スタイルだと信じます。はい、もうそういうことにしときますわ。もういいです。まあいいじゃない、そんなもん見なくたって。俺とあやつじゃね、これからもっと幸せなねイベントをこなしていくんですから、もういいんです。そう言われてみればそうかも。まあ財布の中身も発散しちゃうのが問題なんだけどね、うん、おい理系ならその発散っていうね言葉からね、やっぱあれを連想してほしい。極限の発散な。え、言っておくけど全然うまいこと言ってないから。え、それともあの俺が発散みたいな、そういうこと言ってほしかった？いや別に僕はそんなこと思ったりしてないとでも。てかさ、別に財布の中身が発散ってあいつが言ったことじゃねえかよ。いや少しは思ったかな。だと思ったわ。はははは。いや俺あいつの言ったこと真似ただけですけどもね。え、おいブーメランぶっ刺さってるぞ。え、あ、そうなんだ。ちょっと用事があるのよ。悪いけど話の続きはまたそのうちで。いや話の続きって多分もうこれ最後の会話イベントだと思うんですけどね。それじゃね。うん、いやあの会話イベント逃しちゃいました。まあでもおそらくですけど、多分これはねまたメロンパンのイベント、そういう風に僕は思っております。そういう風に思うことにする。さて皆さんね、もうこれいよいよ最後じゃないね。もうこれいよいよさ、明日は多分ね何もないと思う。あ、でも待てよ、イベントまださ、なんかあのこれから生まれるイベントが あったっけ、なんかあったような気がするんだよな。それやってさもう最終日じゃない。さあこれが消えて、あそう金曜日限定のやつがあるんだよね。それやってフィナーレだ。みんなもういよいよ終わっちゃうわ。やばい、俺とあやつじのロマンスももう終わっちゃうのか。これが休憩2のイベントか。いや皆さん、もう本当にね長らくと言ってもね、今回はパート数がねもう前回1周目の時の半分でしかないんですけど、
いやでもね、本当に皆さん長らくね、ご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。あやついさん編もういよいよ終了ですよ。今日は一段と風が強いな。うー寒い、さっさと教室に戻ろう。なんかこれで思い出したけどさ、なんか主人公さ、あの楢崎にさ、なんか水着姿でさ外を歩かせるとかいうとんでもないプレーかましたよな。あれマジで最低だよな本当に。えっ、わ、何このラッキースケベ、ラッキースケベじゃねえ、あ、ラッキースケベか。うわ、何これ、え、なんかちょっと森島先輩っぽくない、このアングル。ああ、これが俗に言う神風っちゅうやつか。うん、何よ、あやついさん、ちょうどいいところにいたね。誰も、あやついさん、開いた口塞がらないでしょ、俺見てたよそれ、あの見てました。こういう時に限って。イエス！え、いや、いや。あなたもついてないわね。なんで？別に。何か言い残すことはあるかしら。いや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 、別にさ、パンツ見るぐらいなんてことなくない？あのさ、でもちょっとさ、俺思うんだけどさ、なんでさ、こういう風が吹いてる時に限ってさ、スカートが逆の方向にさ、ね、めくれてんの？おかしくない？だってさ、今パンツ見えなかったんだけど。え？まあこれさ、素直に言ってもいいんだけど、やっぱりね、もう俺往生際悪いから開き直るわ。満足です、ありがとうございました。いや、あのそういうことじゃないんですけど。それなら手加減はいらないわね。ああ、いや、ほらまだ、せーの、だってパンツ見てませんよ。うえ、反省なさい。ぐぐ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 ぐ、なんで俺パンツ見てませんけどね。やっぱり素直に謝ればよかった。うー、失敗したな。まあでもどうせ内心にね、嬉しく思ってんだろ。いや、それで終わりけ、おい。なぜ最後のイベントがそういうしょうもねえやつなんだ。まあまあいいわ。まあそういうのがいいんですよね。確かに真剣なのもいいけど、こういうね、ちょっとね、ギャグっぽいのもまたいいじゃないですか。さて、この強制イベントは？え、あの、普通にスキップしてんだけど。あー、なるほど。明日クリスマスだから、なんかそういうちょっと感傷に浸るみたいな、そんな感じか。わあ、ちょっと今のスキップしたくなかったけど、まあまあいいわ。まあ以下同文スタイルはね、あの僕はもう平気でスキップするって、もう今回のね2週目では決めてたんで、まあそれでいいでしょう。さあ皆様、大変お待たせいたしました。今日はどんな予定なの？今さら聞くなよそんなこと。皆さん、お待たせいたしましたね、8パートに及んでやってまいりました天神実況プレイ、あやつじルート、いよいよ最終日です。さあ、覚悟はできましたか？もうこれをやれば俺は終わるんだ、あやつじ。明日はクリスマスイブか。こんなにも明日を待ち遠しく思えるなんて、私初めてかもしれない。でもどうしてだろう、期待の中に一握りの不安が居ついている。こんなに楽しみに思っているのに。やっぱあやついさんもやっぱまだ混乱してるんだろうね。もう今までの生き方がさ、ガラッと変わっちゃったからね。それやっぱなんか何かとね、不安になったりすることもあるだろうよ。まあでも安心しろ、それを一人で乗り切るんじゃなくて、俺と二人で乗り切ればいいんだよ。だから不安なんてあってもいい、二人でそれを解決していこうじゃないか。さあ、というわけで皆様、メリークリスマス、やっていきます、行ってきます。僕はあやついさんとのデートに行ってくるよ。あやついさんとのデートだったな。よし、待ち合わせ場所に急ごう。行くぞ、俺がこの手で幸せを掴んでみせる。5時半か、ちょっと早いけど遅れるよりいいよな。あ、こっちこっち。あれ、もう来てたんだ。うん、楽しみだったからね。いや、もういつにも増してあやついさんが可愛い、本当に。え、本当に嘘。ぬか喜びさせないでよ。私の言葉を真に受けるからそうなるのよ。うー、ほら、いじけないの、グズグズしてると置いてくわよ。うん、
いや楽しみだなって、もういないじゃないか。ちょっと待ってよ、あいつさん、本当に置いてくなんてひどいよ。待てよ、どんだけキムタク出てくるんや。へえ、結構にぎわってるね。うん、そうね。やっぱクリスマスパーティーの様子気になるよな、やっぱりな。てか新しいクラス委員誰になったんだ。クラス委員じゃねえ、クリスマス委員。どうかしたの？ううん、なんでもない。どんなことよりも早く中に入りましょう。あ、そうだね。でもさ、クリスマスパーティーで何やってんだっけ。なんか出店とか出てるみたいな、なんかそんな話は聞いてたけど。うん、ちゃんと予定通りになってるわね。ツリーも問題ない。ああ、よかったね。いや、よかったよかった。もうだってさね、あやつさん降ろされてさ、もうなんかね、クリスマスインもさ、クリスマスインじゃない、なんかクリスマスパーティーもさ、なんか市の方からね、キャンセルしてくんないかみたいな、なんかそういうのもあったけど、ちゃんと行われてんだ、よかったわ本当に。いや、そうだよね、やっぱあやつさんのさ、やっぱ頑張りがね、こうちゃんと報われたのがいいよ本当に。あやつさんやっぱり気にしてた。やっぱそれは気になるよな。やっぱさ、そうか、まあ確かにな、クリスマスパーティー行かずにね、なんか二人で過ごすのもちょっとあれだよな。まあ少しくらいはね。でもこうして自分の目で見たら少し安心した。まあね、もうクラス中がさね、あやつさんの敵になってたからさ、ちょっとやっぱね、結構心配だったもんね。だって委員長にまでねなってたんだもんね。そっか、よし、それじゃあ早速パーティーを回ってみようか。え、そうね。でもそんなくだらない出店とかだったら俺行かねえぞ。皆様、本日はきびと高校創設祭にご来場いただき誠にありがとうございます。なんか聞いたことない声だな、モブかこれ。この創設祭も今回で57回目を迎えました。なんだこのふにゃふにゃしたやつは、全然堂々としてねえじゃねえかよ。あれもさ、あやついさんがやる予定だったんじゃないのかな。ええ、パーティーの開始の挨拶ね。そんなのがあるんだ実行委員長も大変よね。まさにその実行委員長だったわけだもんね、あやついさん。え、出たこの音楽。面倒な仕事を押し付ける形。ボン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 。え、それじゃあ。そう、本来なら私がやるはずだったの。うわあ、でも本当に大変じゃんそれ。ならあの人が今の委員長。そういうこと。もうだったらさ、もうこれ本当にさ、綾瀬さん委員長だったらさ、もうクリスマス俺と二人きりで過ごすなんて無理だったよね本当に。これも近隣の皆様のお家から添えがあったからだと。お前でもさ、この今の委員長さ、まあさすがにあやついさんとのね、同じクラスのやつじゃないと思うけどさ、だってさ、俺ね、俺のクラスの女全員あやつい敵に回してたもんね。お前もその一味だったら俺マジで許さねえぞ。今からお前を殺しに行ってもいいぜマジで。しっかりしろよ委員長。おい、おれ頑張って。生徒一同感謝してます。おります。にしても随分とみっともない挨拶ね。聞くに耐えないわ。ひどすぎるわ。57回の中で最低の挨拶だわ。あやつさん、もしかして本当は。勘違いしないで。未練なんてないわよ。ただ器じゃない人には任せるべきじゃなかったなって反省しただけ。まあ、あやつじ以外にね、そんな任せられるやついねえよ。あやつじだけさ、もうスペックがさ、ね、群を抜いてるもんね。でもあやつじさんの後釜が務まる人なんてそうそういないよ。ほんまにね。そうかもね。てかあのトナカイのさ、コスプレしたやつめちゃくちゃデブいんだけどね。聞きましたよ。しかもさ、なんかさ、あんま人いなくない？めちゃくちゃかそってんじゃん、うん、次に言うことを忘れたみたいだね。最低。ほんまに最低だよな。さ、それじゃあ次行きましょうか。いいの？一応最後まで見た方が。こんなくだらないセレモニーに時間を取られるのはもったいないじゃない。それは言っちゃいいの。私はすでに一生徒ですから。はは、それもそうだね。いや、いいね、ちゃんと開き直れてるのいいわ。これ過去のあやついさんだとね、やっぱ未練もうタラタラでね、もういても立ってもいられないでしょ本当に。へえ、ここはバザーやってるんだ。一般からの参加者もいるわよ。ずいぶんと賑わってるな。なあゴー、これはもう少し安くならないのか。ええ、どういうことこれ。出店？ダメダメ。あ、ミヤか。そのお宝本はお値打ち物なのです。なんでお宝本っていうのね。ちょ。くそさ、じゃあその値段でいいや。はいはい。ま
ミヤ出店やってたんだ。ミヤじゃないか。あいつあんなところで何してるんだ。しかも今手渡したのはまさか。何、あいつはお宝本のありか見つけちゃったの。なんでもない。主人公さ、お宝本あのなんか屋根裏みたいな部屋にさ隠してたんじゃなかったのか。そう。はあ、あのあやついさん、ちょっとごめん、ここで待っててくれ。あ、てかまずい、あのこれあやついさんに知られたらまずくない、これ。すぐ戻るから。あ、やばくないこれ、ね、あやついさん見られちゃやばいでしょ。ミヤのやつやりやがったな。ミヤ、あ、お兄ちゃんいらっしゃい。お前、ここに並んでるものは、うん、全部お兄ちゃんの本だよ。じゃあ今売れたのやっぱり。ローアングル探偵団に決まってるだろ。お前さ、あとあれか、なんか桃栗三年クリームベデダメルドロムトラソーラとか。それならあれが最後の一冊。さ、最後？あとは綺麗なお姉さんが買ってったよ。え、どういうこと？そんな、なんでお姉さん買ってんの？残念。な、そんなスケベ女がいいのかよ。僕のローアングル探偵団が。あ、やばい。やばいです。ローアングル探偵団？まあそんなことあいつさんに、ね、言っても多分わからないでしょうよ。いや、それってどんな本なのかな。いやいや、そう、ミヤ言うなよ、やめろ。ナイスボディの女の子がたくさん。言うなよお前さ、本当に多い。そうなんだ。そうなのだ。これはまずいぞ。あ、あやつさん、向こうで面白いそうなことやってるからさ、そこ行かないかい。ちょっと今すぐ行こう、見に行こう。いや、なんでお前こんなところで。じゃあな、ミヤ。あ、お兄ちゃん、どこ行くの。マジか、あいつ裏でそんなこと。え、ローアングル探偵団を失ったあなたは何を面白そうに思ったの。え、あれ、それは何これ。まもなくステージにてベストカップルコンテストが行われます。出場希望の方は案内係員の指示に従ってください。これだよ。取ってつけたような言い訳ね。そんなことないけどさ。いや、俺らもさ、ちょっと出場してみないか。いや、俺らがさ、それ出場したら絶対優勝でしょ。あ、なるほど、確かに面白いわ。えほんまに出んの。偶然とはいえ、まさか私のアラを見つけるなんてね。あ、アラって。見て、この作業台、ここの釘、私が打ったのよ。え、この変な方向に曲がって中途半端に打ち付けられたやつ。そう、思い切り失敗してるけど。え、もうあやついさ、最後までもうやってたんだ。はあ、そうなんだ。え、なんかもう普通に涙出そう。せっかくホームセンターのおじさんがサービスしてくれた材料なのね。やっぱクリスマスインやめても、やっぱクリスマスパーティーへの思いは消えてなかったんだね。じゃあこれってあやついさんが。ご名答、どうしても必要だって言われたから急いで作ったのよ。そっか、あやついさん、このパーティーを成功させようと必死だったんだよな。すごいよな、本当に。今となってはこれもいい思い出ね。あやついさん、これ僕が直すよ。え、ほんまにいい子じゃん、あやついさん。ちょっと待ってて、金槌借りてくるから。ちょっと、素晴らしい人だ。俺は素晴らしい人をね、彼女にしたね、まったく。我ながらもう、人選びが最高じゃないですか、マジで。こんなことしなくても。やっぱりやってこようよ、やっておこうよ。そうする意味だってきっとあるからさ。やっぱあやついの頑張りを無駄にしたくないよ、俺は。トン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 。器用なものね。これくらいならね。知性と器用さには関連性がなかったのね。トン。それどういう。手が止まったわよ。あやついさん、なんかこういうなんか肉体労働系はあんま得意じゃないのかな。あ、はい、トン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 。よし、もう少しでトン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 。こんなもんかな。そうね。でもまさかデートの最中にこんなことをするなんて思いもしなかったわ。まあ、デートの形なんていろいろありますから。これがね、やっぱ俺とあやついのデート、もう一つの形ですわ。ははは、ごめんね。いいわよ、だって意味があるんでしょ。そうだよ。それなら私がとやかく言うわけないじゃない。そうだね。ほら、そんなことより終わったんならさっさと他に行きましょう。
まあなんかこのカップルなんたらかんたらみたいなのあるけどね、まあさすがに俺らそんなねことするあれじゃねえからな。ねえあやついさん、ん？何？あそこキャンプファイヤーの方でも何か始まるみたいだよ。ああ、フォークダンスよ。へえ、なんだか懐かしいな。やべえな、ここ模擬陽キャのたまり場じゃん。俺らみたいなやつが入っていい場所なのか。ねえあやついさん、せっかくだし僕たちも参加してみない？まあ多分断るだろうな。でしょうね。やっぱ俺とあやつでさ二人きりでさやっぱ静かに過ごしたいよ。もうさやっぱさクリスマスパーティーもね、もうあやつさんのねやっぱまあ思った通りというかね、あのちゃんと行われてたからね、もうそれでいいじゃん。どうして？今日はあまり人前に出たくない。そうだよね、もうクリスマスパーティーがちゃんと行われてるんだから、ちょっとそれをね確認できた今俺たちはやっぱりもうこんなねやっぱ陽キャのたまり場とかじゃなくて、やっぱ二人きりで静かな場所に行こうぜ今から。そっか。またそのうちね。でもそのうちなんてもう来ないかもしれないよ。だったら僕は今日あやついさんと踊りたい、うん、ダメかな。まあだったらさ校舎の方行ってみようや。まったく仕方ないわね。分かったわよ。やったぜ。本当に？うん、ちょうど見せたいものも。え、何見せたいものって？都合がいいわ。見せたいもの？ほら行くわよ。え、あやついさんそっちは。おわ、もうなんか俺の思った通りに展開が。いいの。うん。校舎裏？どうしてこんな場所へ？あやついさんこんなところに何が、うん、よし、まだ変わってないわね。何やってんの？え？何してんの？あ、なんか鍵じゃん。スペアキーよ。前盗んできたんかそれ。どうしてそんなものを。偶然ポケットに入ってたから。主人公じゃねえ、あやついさん、もうなんか俺のねためならもう犯罪だって犯していいみたいな、なんかそんな感じ。ねえこんなことして大丈夫なの？確か校内立ち入り禁止じゃ。校内つうか校舎内だけどな。知らない。何それ。え、あやついさん知らない。あのなんか今のさ言葉で鳥肌立ったんだけど俺。あやつじさん。それじゃあ踊りましょうか。え？踊るんでしょ。ほらちょうど音楽が始まったところよ。はあ、そういうことか。どうぞ手をお取りください。もう今のさ知らないが一番可愛かった。ほんまに冗談抜きで。うそれじゃ失礼して。なんか音楽がしょぼいな。なんだか照れるね。そんなこと言ってたら踊れないじゃない。いやでも俺踊り方知らねえよそんなの。はあ、そうだね。ちょっとそこ違うわよ。え、自分から誘っといて踊れないの？踊れるってば。あ、いった。あ、ごめん。謝る前に人の足を踏まないで。ごめん、俺今さ今日スパイク履いてるからね、サッカー用のめちゃくちゃ尖ってるやつ。どうして蹴るの？お返しよ。ごめんね、多分相当痛かったろうね今の。よしこうなったらそれ。めちゃくちゃ楽しそうじゃん。もうやばい。ねえ何この幸せな時間。ただ音楽があんま合ってねえな。お返しだよ。たく、しかもこれじゃフォークダンスなんて言えないわよ。ははでも踊りには変わりないよ。そうかもね。あのさあれ流そうぜ。 My wish is such a weird just way with a real reason necessary is why you're wrong is your way。 あいつだ、それ笑えないよ。笑っていいところよ。でもどうしてかな、なんだか最高に気分がいいわ。僕がパートナーだからじゃない？冗談、それこそ笑えないわよ。はあ、そりゃひどいよ。え、やばい。おい、そこに誰かいるのか。やばい、バレた。バレちゃった。ありゃ、なんだ、つかさちゃんか。
まあでも司はね、権力がねありますからね、用務員ごときでひるまねえよ。お疲れ様です。こんな日までお仕事だなんて大変ですね。この学校掌握してるもん、あやついさん。いやー、私にしたらいつもと一緒さ。それよりもこんなところでどうしたんだい？忘れ物でもしてるかな？いえ、校内の見回りを。おお、それは随分と楽しそうな見回りだ。やばい。ええ、まあ。まずいぞ、これ。はあ、あやつじ、逃げよう。いやー、しかし本当に司ちゃんの言った通り最高のクリスマスになったな。そうでしょうか。ああ、生徒たちの楽しそうな顔を見てると、こっちまで楽しくなっちまうよ。やっぱりこれも司ちゃんが委員長やってたからなんだろうね。そんなこと。あ、用務員さん知らないのか。もうあやついさんは委員長じゃないのに。さあ、それじゃああとは、ま、めちゃくちゃいいやつ。もうやばいね。この地球にいる全ての人たちが、ね、俺とあやつじを祝福しているよ。それじゃああとは私に任せて2人はパーティーを楽しんでください。ええ、そうですね。そうさせてもらいます。それじゃあね。あ、はい。めちゃくちゃいい人じゃん。ねえ。まあ、それか、あやつじが裏で操ってるか。ねえ、あやつじさん。うん。どうやら知らなかったみたいね。でもそれでもいいわ。え？用務員さんも楽しんでくれてることには変わりないもの。まあ確かにな。そうだね。まあもうこのね、クリスマスパーティー、あやつじさんが作り上げたものといってもね、過言じゃないから。だってね、一時は中止まで追い込まれてたんだよ。そう、そもそも、やることすらなかったかもしれないんだよ。あやつじの努力のおかげよ。それじゃあ行きましょう。あの、もう冷静に考えたらさ、とんでもないことよ。俺との恋愛をね、もう俺との恋愛全力を捧げながら、なんかもう俺の語彙力がおかしくなっちゃってるわ。俺とのね、恋愛、もう頑張りつつも、クラスイン、クリスマスイン、頑張ってるなんてとんでもないことよ。もう二刀流どころか三刀流だぜ、マジで。ああ、見せたいものだったよね。え？いや、もうすごい子だ、マジで。神の子だ。あやつい、うわー、うん、なんだろう。あ、あやついさん、ちょっと待って、なんだか窓の外が騒がしいと思わないか。何やってんの。そうね。なんか殺し合いでもやってんのか。ちょっと見てみようか、うん、何が見えんの。あ、雪。あー、すごい、雪が降ってきたよ。え、ほんと。すごいね、ホワイトクリスマスだ。そうね。雪降ったくらいでそんな大騒ぎすることかな。あ、あれでもなんだか雪とは別に森。ああ、そう、違うんだ。どうしたの。あ、あそこかな。何やら人が集まってるみたいだけど。なるほど。誰かが告白してる。ああ、なんかいるよね。もうなんかさ、俺ああいうタイプの告白さ、正直ね、嫌いだわ普通に。もうだってさ、ああいうのってさ、告白された側さ、もう周りの空気的にさ、なんか受け入れざるを得ないみたいな、そんな感じになるじゃん。ああいうのちょっと嫌なんだよね。まあでもさ、まあでもあるよな、そういうの。よくなんかフラッシュモブだっけ、なんかそういうのあるよね。まあよっぽどさ、そのなんだろう、もう関係が進展しててね、もうね、付き合ってるって言われてもおかしくないぐらいの状態だったらまだいいかもしれんけどね。なんかさ、仲間強引にやる場合とかもあるじゃん。もうだからね、ちょっと俺はね、なんかあんまし、ああいうタイプの告白は俺は多分しないだろうな、告白。あ、あれ、あの中心にいるのってさっきの、あのなんか頼れないやつ。そうね、あのクラス委員長か。あれ、モブ、お前か。モブ、そう、私のことをね。あの、正直言ってあんま可愛くないな、お前。あのダッシュもやるじゃない、のりこな。ダメだ、女子の声はね、さすがに俺使い分けられない。あ、いや、でも中田ちゃんスタイルやればいい。のりこ、どうすんのよ。でも私はクリスマス委員長以外にもいろいろやることがあるの。忙しすぎて相手にできないこともあるかもしれないし。なんだかイライラし、なんだかイライラするわね。相手みたいにはっきり言えばいいのに。付き合ってあげてもいいわよ。お前そんな上から見せるんだよ。お前委員長っていう権力持ってるからって、お前調子乗んじゃねえぞ。うわあ。だってさ、あっちはあっちでね、こんな日に幸せな出来事が起きてるようだわ。お前、俺とあやつじがな、今から何をしようとしてるのか知らないくせに。あやつじさん、何その顔。いや別に私は全然気にしてないわよ。そうなの。
だって幸せは平等であるべきでしょ。せめてこんな日くらいはね。はは、なるほど。来るか。こっちよ。来たかこれ、ついに。あ、うん、こっちか。あやついさん、一体どこに行くつもりなんだ。うん、来たかこれ。昔の話なんだけど。うん。ある日、私はサンタさんがいないことを知ったのよね。それも現実を突きつけられて。え？よくある話だと、両親がプレゼントを入れてる姿を見たとか、そんな感じ。いや、あやつじ、なんかそれがさ、裏つじになるきっかけだったみたいな、そんな感じ。私の場合はもっとひどかったけどね。どんな風に？それは秘密。そっか。でね、サンタさんがいないって知った私はその時に決めたのよ。私がサンタさんになるんだって。あやつじさん、本物になれないことは分かってた。でもサンタさんみたいなことならできるって考えたのよ。もうあやつじさん、立派なサンタだよ。サンタみたいなこと？そう、クリスマスには平等に幸せを。それでクリスマスインになろうって決めたってこと？めっちゃいい子じゃん、マジで。お前それをさ、クラスの女の子が全員敵に回してたってこと？叫んだ、マジで許せん。あやついさん、はい、お話終わり。着いたわよ。もうマジで全員、お前あやつよ、敵に回した女ども全員こんなクソ野郎がボケなさいっていうのはやめといてね。まあ今はあやついさんとこの幸せな時を過ごそう。いや、この怒りの感情をね、ここの場に持ち込んじゃいけない。でもここって。いいからいいから。何？なんかさっきからさ、見せたいもの見せたいものって言ってるけど、おクリスマスツリーじゃん。ずいぶん立派ですね。すごい。特等席よ。うん、ツリーを見下ろすなんてなかなかないシチュエーションよ。見下ろすどころかまだ上があるけどね。なんかずいぶん大きな木ですね。そうだね。それに加えて仕掛けがもう一つ。え？そろそろかな。何？うわ、あ、ツリーが。どう？これが今年の目玉よ。もうこれもあやついさん準備してたのか。うん、見とれちゃうよ。そう、よかった。うわ、このクリスマスツリーをバックに俺たち、何その、もう最高すぎんかねえ。素敵よね。ははは。何よ。いや、あやつじさんが可愛らしく見えてついね。からかわないで。だってそんな目をしたあやつじさんなんて初めて見。どんな目してんだろう。なんか絵になってたのかな。もうすごく、うん、無邪気ですごく可愛い。怒るわよ。なるほど。なんか見とれてたかそういうのじゃなくて、もうシンプルにね、いい笑顔ですわ。し、大きな声出すとヨウムイさんがまた来ちゃうよ。まあ、用務員はさ、もう認めてんだから、用務員公認のカップルだぜ、俺ら。もう、こっち見ないで。あれ、機嫌悪くした？あやつじさん。もう、それも受け入れてくれるよ。なんか、真剣な顔になっちゃった。やばい。あ、本気で今の嫌われたかも。何？折り入って聞いてもらいたいことがあるんだけど。おい、これついに来るか。おい、ついに来ちゃうのか。もしかしてそれって。そう、私の気持ち。来ちゃいましたか。いいわよね。いいよ。きっかけはあの手帳を落とした日。ようやくその話か。手帳。そう、拾ってくれたでしょ。その後に大変な目にあったけどね、うん、お、本当のことだよ。分かってる。あの時は私も必死だったのよ。でもあんなことがあったからこそこうしていられるの。今思えばあんなことをしなくてもちゃんと黙っててくれるって信じられるのに。あやつじさん、ねえ、私の目標の話
覚えてる？あんな強烈なのを忘れる方がむ、あ、ごめん、ちょ、俺わかんない。そうかもね。忘れちゃった。え、あの、え？あ、あのさ、なんか手帳燃やした時のなんかあの会話の内容かな。でも本当のことを言うと、あの時私にはすでに新しい目標があったの。まあでも、まあでもこれは推測もできる。まあもう目標っつったらさ、ね、今までのあやついさんだったらやっぱエリートコースまっしぐらだからね。まあ医療関係のなんかお仕事に就くとかなんかそういう系の多分ことだと思うんだよ。で、新しい目標っていうのが今から明かされると。え、そんなことは一言も言えるわけないでしょ。まあでしょうね。もう分かってます。いいです。あなたのそばにいられるように頑張るだなんて。それねえ、何それ、好きになっちゃうやん、そんなこと言われたら。それって、うん、そういうこと。あやつじ、でもそれも俺の方真正面向いていってほしいな。それそんな見返り美人図スタイルじゃなくて。私、うん、はい、もう完璧。私、あなたのことが好き。よくできました。もう七崎の時と同じような感じだね、これ。あなたの存在が何よりも大事なの。やっぱ最後の最後にはちゃんとストレートに言ってくれるんだよね、あやつじさん。誰も知らない私を見つけてくれた。すごく、すごく嬉しかった、あやつじさん。僕もあやつじさんが好きだ。誰よりも真剣に生きてるあやつじさんが大好きなんだ。怒ったり笑ったり、時には泣いたり、そんなあやつじさんをずっと見ていたい。ずっとそばにいたいんだ、あやつじさん。好きだ。嬉しい。うん、本当に嬉しい。あ、私もう自分を偽らなくてもいいのよね。いいよ、そのままでいてくれ。うん、ありのままでいいよ。そんなこと言われたの生まれて初めて。そっか、今日まで生きてきてよかった。ここがね、第二のふるさとだと思っていいんだぜ。何？ありがとう。私やっと幸せになれた。なんで過去形なの？俺がもっと幸せにしてやるというのに。あやつじ、まだまだこれからだろ。あやつじ、でも最後の一言やばくない？あれねえ、もうあやつじはさ、頭もいいし運動神経もいいし、もうねえ、何もかも、この世の何もかもを手にしたように見えてた、そんな女の子でした。でも唯一持ってないものがあったよな。それがまさに幸せだったんだなっていう。それをさ、あの最後の最後に言ってくるの、やばい、全身の鳥肌やべえんだけど、マジで。いや、これ素晴らしいです。うわー、終わっちゃった。でもさ、ちょっとでもね、いや、あの終わり方俺まだ納得できないぜ。あの終わり方はなんで過去形なんだよ。もうなんかまるで俺との関係が終わっちゃうみたいな、そんな感じじゃないか。まだまだ終わらねえぞ。これからもっと俺が幸せにしてやるからな。覚悟しとけ、あやつじ。マジで素晴らしいね、本当に。いや、もうマジでさ、そうだからさ、1周目の時も多分いたと思うんだけど、1周目はもう本当に本能のままにね、もう自分のありのままに行った結果、まあ最後七咲ちゃんと結ばれるっていうね、ルートに行ったわけなんだけど、やっぱね、その時はさ、
やっぱあやつじさんもねすごい気になってたんだけど、やっぱなんかさ現実的に考えてさ、あやつじさんをどういう風に落としてどういう風に結ばれるのかっていうね想像がさ全然できてなかったの。そういう風にね物語が進んでいったんだね。いやでもさ、やっぱ七咲ルートの時もそうだけどさ、やっぱもうこの天神ね、ストーリーの展開の仕方が本当にいい、マジで。やっぱさ最後の最後にもう大きな感動を起こすためのそれまでのね、やっぱストーリーの展開のさせ方がいいよね。もうだからこそさ、やっぱ最後のね、やっぱあれが生きてくるわけよ。やっと幸せになれた、それが一番求めてたもんだもんね。てかさこれさ、あ、これ今さ歌流れてるけどさ、これあやつじさんじゃない？これ歌ってるの、これあやつじさんの声だよね。いやもう本当に素晴らしい、マジで。マイケル・ギャラガーすごいな。どんな人がねえ、とんでもない人がもうこれこのゲームの制作に携わってるんだ。あ、やっぱ歌ってるのあやつじさんなんだ。だよね、あやつじさんの歌声だよねこれね。いやさすがですわ、さすがパッケージヒロインね。いやめっちゃ良かったわ。まああやつじさんもね、なんか裏表のない素敵な人とか言ってますけどね、まあどうなんですかね。まあもう裏というか、まあでも最後はもう裏表のない、もう本当に純粋なるあやつじさんになってたからね。まあというかなんだろう、違う、新しいあやつじさんだ。そうだ、最初は裏表がはっきりしてたけど、最後の最後は新しいあやつじさん、まあ言うなれば真のあやつじさんがね生まれたと。いやなんかそう、あーもうこういうシーンあったよ、これ前回、これ前回だね。まあやっぱりね、ちょっとあやつじさんのね、やっぱりまあ心情というかそういうのにさすごい大きな変化あったからね、やっぱ時にはねやっぱ反発してしまうこともありましたよ。それはしょうがない、まあ、そういうもんよ。まあでもね、それを乗り越えて俺らは一つになれたわけですよ。いやマジでよかったわ。もうこのな、なんか あれか、なんかこの後鼻血出すやつな、めちゃくちゃ鼻ちっちゃいよねあやついさん。うわーでもこれね、あでもさこれあれだよね、あの長崎の時もあったけどさ、このエンディング、エンドロール終わった後にさ多分その後の展開あるよね、イベントあるよな。ちょっとそれがどういうものなのか、なんかさやっと幸せになれたっていう過去形でいたからさ、ちょっと俺気になってんだよねまだ。その後なんかね、七崎の時はちょっとね夏になってたんだよね、季節が進んで、高校生なのかそれとも大学生になってるのかちょっと分かんないけど、まあ一応関係は進展してるみたいな、そんな感じでしたわ。うん、あやつじどうなるんだろう。まあこれでさもう結婚までこじつけたらね、もう本当にやっぱ俺たちは正式に結ばれたって言えると思うんだけど、なんかやっと幸せになれたって言われて、ああアンドゴッピーありがとうございます。なんかちょっとそのツとピの間が離れてるのは気になるけど、素晴らしいゲームでしたわ。いやもうあやつじルートマジでよかったね本当に。いやマジで俺とあやつじとの関係は終わらせないからね、まだまだ続けますともな。俺がもっと幸せにしてやるよあやつじ、幸せの海に溺れてくれよお前は。この一枚絵最高すぎるわ。てか主人公結構でかいね普通に。あるよな、あるよな、あった、よかった。これが例のあのツリーです。あのめちゃくちゃでっけえ木なんだよ。私たちは一夜を寄り添って過ごした。マジでお前朝までずっといたのかそこに。もうなんかあれだね、事故だねこれが、俗に言う。誰よりも近くにいることを確かめ合うかのように、今ならはっきりと言える。私はこの世界に一人きりなんか。そうだ、もうお前は一人きりなんかじゃない、俺がそうはさせないぜ。すぐそばにあなたがいてくれる、このぬくもりを信じていればもう誰にも傷つけられることはない。私は忘れないだろう、たとえこの先幾年の月日を経ても。なんかね、この状況に水を差すようなことを言って申し訳ないけどさ、マジで頼むよ、もう俺とね幸せになれた、もうその勢いでさ他の男に手出さないでよマジで。私でいられる場所はただ一つ、あなたのそばだ。まあでもさ、あやつじさんからしてもさやっぱさね、
俺しかいないもんね本当に、まあ、俺はいろんな女の子にね手出すようなやつだけど、うん、前にした昔話覚えてる？ああ、お前ら一生な添い遂げることになるだろうぜ。あ、うん、昔話何？ウサギとカメ？あのカメさんはやっと自分に気づいてくれる。わあ、そういう伏線の回収の仕方ね。そっか、じゃあその人からの伝言をカメさんに伝えてくれるかな。え、一緒に幸せになろうねって。うん、いいね。あーでもなんかだいぶ含み持たせた終わり方だね。これ終わっちゃうんだ。あー終わってもうた。おい、ちょっとこの現実にさ戻される時のこのさ虚無感、おい、これやべえよ。映画一本見終わった気分じゃねえかよ。確か終わっちゃった。いやでも操じるとよかったねマジで。もうねストーリー展開的にどうなるんだろうっていう風にね思ってたけど、ああいう風にね進んでいくんでしたね。なんかこのなんかさっきも同じこと言ったな。いやーというわけでこれで僕はね6人いる女の子の中の2人を攻略したわけ。まだね4人もいるんですよ。まあただね、次の女の子と行きたいところなんですけども、ちょっとね一旦やめていいっすか。ちょっとねまたこれはさやっぱクリスマスの時期ぐらいにやりたいわこのゲーム。というわけでね、もう現実世界はね3月のね終わり頃に差し掛かってるんですよ、卒業シーズン。まあというわけでちょっと天神とはねちょっと一旦おさらばしたいと思います。はい、というわけで3人目以降の女の子はちょっとまた時間が経ってからにしていいですか。もう俺結構お腹いっぱいになっちゃったわ普通に。いやでも本当にいいゲームだわ、すごいねこのゲーム。マジでまだまだやれることいっぱいあるんだよ。だってまだまだ回収できてないイベントとかもねいっぱいあるわけだしね、中にはねあの浮気ルートとかいう残酷なねこともできるんですよこのゲーム。とんでもないでしょう。いやーというわけでね、やっぱまだまだ俺はこのゲームを遊び倒したい。というわけで皆さん、天神実況プレイ一旦ちょっとここでねお開きにしたいと思いますけど、僕はまたいつか帰ってきます。その時をねどうぞお楽しみに。僕も非常に楽しみです。それでは皆様ね、あやつじルート、まあそしてさらに言うと七崎ルートね、もうこれ2つとも見てくれた人いるのかな全部。まあというわけでね皆さんね、もうどれか一本でもいい、もう見てくれて本当にありがとうございました。というわけでまたいつかお会いしましょう。さようなら。